通訳やってくださってるのは亀岡園子さんそうです。よろしくお願いいたします。大阪で NHK で撮ってたので、大阪でワンルームマンション借りて、あなたなんか弟さんも一緒に呼んだんですって。 So he came and stayed with me for 5 weeks in the はい、5 beginning. 週間、初めのうちに5週間一緒に住んでくれました。 He's my little brother, but really he's my older brother. 本当に弟なんですけれども、でもお兄さんみたいなもんなんですね。しっかりしていろいろ。 He really always takes care of me. はい、私の面倒を見てくれます。そうですか。 And he's so handsome. 本当にハンサムなんですよ。そうなの、まあ、そうでしょうね。あなたがそれで可愛いお顔だから弟さんもハンサムだってことは分かりますけれども。でも本当に日本のファンの方たちがみんなドラマを見て、あなたのことを好きになったってことは嬉しいことだったじゃないですか。 I'm very grateful. 本当に感謝しています。 I've really feltThe whole country embraced me. 本当に日本で本当に大事にされているっていうのがよくわかる。そう。And so it makes me wanna, you know, keep creating art here. だからこう日本でこうアートを作り続けていきたい。日本語もともと頑張ります。So, and just it really it's a very special place in my heart. 本当に私の心の中では特別な場所です。そうですか。それはでも良かったですよね。でもなんかあなた近々これまたびっくりしちゃうんですけど、ブロードウェイのシカゴにお出になるんですって。そう、I know。 何があった？そうですよね、シカゴ。そう、ちょっと違うの。これあなた？はい、すごい。で、舞台稽古っていうか、もうお稽古入ってるんですね。I had initial meetings in New York. 最初のミーティングを、maybe 3 weeks ago. 三週間ぐらい前にいたしました。Some very beginning rehearsals, and I was 本当に一番初めのリハーサルっていう感じなので、もう体中が痛くて。本当。ダンスは昔からおやりになって。はい。ダンス大丈夫けど、体 this year ちょっと動いてない。そう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 。It was all aboutThinking. もう本当に日本語ばっかりいたから考えて、朝のテレビ小説やってたからね。それはね、ちょっとかわいそう、体が。ちょっと VTR でリハーサルの風景ちょっとやってらっしゃるの見ます。シカゴです。 Sometimes I'm right, sometimes I'm wrong, but he doesn't care, he'll string along. He loves me soFred Casely, my ex-boyfriend. Why'd you shoot him? I was leaving. Was he angry? Like a madman. Oh, David. Wow, she won. You're there. Did you make it? Oh, David.そう、体もっと強い。それが全部足も全部出すんでしょ。ここも。そう。でも日本にこれだけお仕事して大変だったのに、ブロードウェイにお出になれるのは随分ラッキーでしたね。Absolutely, it's every actor's dream. もう本当に役者さんの夢ですから。But it's so strange that I had to come.Across the world, まあ世界のこっち側からこっちに来て、それでその役をもらってまた戻るっていうのはなんだかとても変な気がしますけど。で、私はユニセフの親善大使をしているっていうことはご存知で、ユニセフについてとても関心がおありだというので。Absolutely, absolutely. I've read everything about you and UNICEF. So I'm so impressed. 徹子さんと徹子さんのユニセフについては全部読みました。本当に国境なき医師団みたいな。何入りたいとも思ってらしたんですって、勉強して。そうそう。I wanted to be a doctor when I was very young. お医者様になりたかったんですね、本当に若い頃は。But I don't have the, I don't know,
that scientific brain. なんか科学的なそういう脳みそを持っていないんですよ、理科系というか。 More artistic, I guess. Mm-hmm. You know, and so I'm not a doctor and I'm not a politician. 政治家でもなくて。 I can't build bridges. なんか橋も作れないし。 But I can help bring awareness, you know, でも… to places that need help and where change needs to happen. なんか助けが必要なところに気づきをっていう、それは手伝えるかな、何か手助けになるかなと思って。アーティストの仕事だと思います。 So, and UNICEF, I was just so impressed by the work that they did. 本当にいつもユニセフのことはやりたくて。あ、そう。I would love to go to Africa. That's my dream. Ethiopia. アフリカにいつか行きたいと思っているんです。しかもおなりになって、すごく有名におなりになったら。 もうやっぱ有名人のする仕事っていうのあると思いますから、大丈夫だと思います。I just think it's wonderful. So, I'm thank you. ありがとうございます。ただでさえもう忙しいのにシカゴのお稽古も入ってるんですけど、ここで日本語の歌を レコードに、CDに入れるっていうことがあって、お話があって。 The first it will be a single. April 29th. And yes, this is it. もうできてるんですか、本当だ本当だ。 There it is. And I've been working with an American artist. アメリカ人の方で。 And also his music is played in Japan, but Kishibashi. キシバシと、キシバシさんとおっしゃる方で。 Wonderful. He's the producer and he arranges the songs. He's really a musical genius. 歌を全部アレンジしてくださって。あ、そう。じゃあ直接プロデューサーであるけど、音楽そのものもそういうふうに編曲して。で、上を向いて歩こうっていうことになって。 まず最初にシャロットさんが上を向いて歩こう日本語で歌ってらっしゃるレコーディング風景ちょっと見せていただきます。上を向いて歩こう涙がこぼれないように思い出す春の日一人ぼっちの夜 これは日本でCDが出る。これ作曲した人も作詞した人も最初に歌った人も全部お友達でしたから、だから喜ぶと思います。みんなもうちょっと、中には亡くなった方もいますけど、この歌をみんなが歌い続けてくださるな、とても素晴らしいと思います。 I love it. When I heard it, that's why I wanted to do it. It's just so beautiful. これを聞いた時に本当にこれを歌いたいと思いました。そうですよね。 じゃあもうそろそろ終わりになりますので、あなたはマッサを見ててくださった日本のファンの皆さんに一言お礼をおっしゃったらどうかしらと思いますね。皆さん本当に本当にありがとうございます。これからもっと頑張ります。Really心から I'm so happy and pleased and I feel so loved. So I hope I can bring that same love back to you. ありがとう。 皆さんに本当に愛していただいたのを感じているので、いつかお返しできたらと思っております。本当ね、どうもありがとうございます。日本のみんなを楽しませてくださったこと、とっても嬉しいと思います。これからも日本語を勉強して、でもまずシカゴも頑張ってください。本当にありがとうございました。どうも。